ライブへのスタレです。カズニスタです。激闘鳥栖福岡による九州ダービーとはーということでね、今回やっていきたいと思います。行きましょう。1番、バトルオブ九州とは、早速中身に入っていくわけです。これまでですね、鳥栖と福岡について、まあ、取り扱ってきたんですが、今月はですね、アベスパ福岡月間ということでやってきました。ただここでね、アベスパ福岡の永遠のライバルとも言えるチームがですね、実はサガン鳥栖なんです。そして、この2チームのですね、対戦が実はバトルオブ九州、九州ダービーというふうにですね、昔から言われているんです。まあ、ここに書いてあるとね、九州を代表する2チームによる歴史的戦いを刺すということでね、これ永遠のライバル同士で、どういうことかというとですね、歴史は遡ります。アビスパ福岡とですね、サガン鳥栖、大体同じくらいの時期にですね、設立しているサッカーチームです。ただその時ね、野球がですね、実は福岡県の方ではすでにもう流行っていた、今でいうソフトバンクホークスですね。このチームがすごくね、大きくなっていて、もう福岡はね、サッカーというよりは野球の街だよねと、そういう風な空気があったんです。その間ですね、その隣に位置する、まあ、佐賀県の鳥栖市ではですね、そういう風なスポーツまだ発展してなかったというところに目をつけて、サガン鳥栖ここに誕生するわけです。ただですね、こういう風にサガン鳥栖の方がちょっと先に、まあ、できて、そこからサッカー盛り上げていこうぜってなってたんですけど、ここでですね、福岡のサッカーチーム、まあ、今のね、アビスパ福岡にですね、どんどんちょっと抜かれていっちゃうんですね。で、抜かれていくっていうのはどういうことかというと、まあ、クラブの経営面、お金に関することもそうですし、スポンサー関係、そして選手のレベルですね。そういったところで全部が全部ですね、福岡の方に取られていってしまい、サガン鳥栖ですね、どんどん差がね、アビスパこことの差が出てきちゃうんです。で、なんでね、こういう風になったかというと、まあ、一つはね、まあ、今言ったクラブの力の大きさというところも考えられますが、やはりね、佐賀県鳥栖市、そして福岡県福岡市のこの人口の違いですよね。圧倒的に人口の数が違うということは、試合を見に来るお客さんの数も変わってくるというところで、めちゃめちゃここあたりで差が出てきてしまいました。というところでですね、この鳥栖というね、本当に小都市、まあ、田舎とも言えるかもしれません。そこはですね、大都市福岡に負けてしまう、飲み込まれてしまうという風な、まあ、スタートだったんですね。だからこういう風にね、まあ、因縁の関係というか、サッカーだけではなくて、こうやってチームのね、大きさ、そして街の大きさっていうところでも、ここでバチバチ衝突が起こってたと。ここが今に繋がるわけです。で、2番いきましょう。このね、福岡と、まあ、鳥栖、2つの立地がよくわからない方にね、ちょっと説明したいと思います。本当に距離近いんですよね。見ていきましょう。これね、福岡のスタジアム、それから鳥栖のスタジアムを、まあ、車でね、どのくらいで行きできるのかっていうところを、まあ、調べたわけですが、これだいたい距離にして30分、片道30分でですね、このスタジアム、移動できると。うん、すごい近いですよね。めちゃめちゃ近いです。もう隣と言っても本当にいいぐらいですよね。福岡県と佐賀県ですね。まあ隣接している県なので、まあこういうことが起こるわけですが、これね、ちょっと面白い現象が起きてるんです。福岡県のですね、まあ南の方、ここにですね、まあ小郡市、それから久留米市というところあるんですね。で、この二つのね、まあ都市はですね、佐賀県の鳥栖市に行く方が、福岡市に行くより圧倒的に近いんですよ。うん。というところでですね、どういうことかというと、このね、2つの市に住んでる人たちの中には結構ね、サガン鳥栖を応援しにスタジアムに行ったりとか、あとはテレビを見るときにもですね、サガン鳥栖の方をよく応援するとか、そういうふうな傾向がですね、実はあるんですよ。不思議ですよね。あの、他の県の方からされると。いや、福岡県に住んでるんだったら、アビスパ福岡普通応援するんじゃないと。文字通りね、名前から取っちゃうとそういう風になるんですけど、ここでね、大きくやっぱり発生してくるのは、物理的、そして心的距離ですね。チームとのその距離自体も、近ければ別に県をね、またいだとしてもそっちの方を応援することになると。でですね、まあ僕自身もね、あの、福岡県出身なんですが、まあそういった理由でね、サガン鳥栖の方をバリバリ応援してるんですよ。まあ南の方のね、この鳥栖市に近いところに住んでるので、まあそういった形でね、サガン鳥栖の方をよく応援することになったんです。本当にこれ無意識なんですよね。で、僕の周りにもですね、やっぱり、やべしょ、ここにもサガン鳥栖を応援する。サガン鳥栖の試合を見に行く。なぜなら、やっぱ近いから。っていうところでね、応援する人よくいました。っていうところでね、まあ二つの立地状況、そしてファンの、まあ構成している
で、ファンの人たちがどこに住んでるのかっていうところもね、ここから面白いものが見れると思います。そしてね、まあこの2番のところで、まあ僕サガン塗装を応援してるとそういう風に言いましたが、別にね、理由としてはこの距離だけではありません。まあ前回の動画でですね、アビスパ福岡のことちょっとね、まあちょっと半分ディスったんですけど、そこがですね、アビスパ福岡の全体をディスってるというかは、まあ僕がね、子供の時に、見ていたそのサポーターをディスっていた。それ厳密に言うとそういうことなんですけども、まあここでね、カズニスタ、チビニスタの時どういったものを見てたのかってのをここに出しました。見てください。はい、これリアルなね写真なんですよ。まあネットからね引っ張ってきたものなんですが、こういう風なね、あの横断幕をサガン鳥栖のスタジアムに貼り出して応援すると、最初見た時ね、え、なんねこれ、どういう絵が描いてあるっちゃろかーつって、これちょっとやっぱね、あの遠かったので目見えなかったんですよ。で近づいてみると、え、これサガン鳥栖のマスコットキャラクターじゃん。え、釜茹でにされてる、え、ウィントスくん釜茹でにされてる、あやき鳥もなってる、なんで殺されてんじゃんみたいな感じでね、そういうね、これ絵なんですよ。ちょっとアップにしましょうか。アップにするとこういう感じに、まあ見えます。とかね、あと九州独立という風にも書いてあるの見えると思います。なかなかね、なんでこういう風な温暖幕をするのかわけがわからない。これをしてね、そのアビスパ福岡の選手のモチベーションが上がるのか。応援ってね、2タイプあると思うんですよ。ポジティブな自分たちのチームの選手を応援するもの、そしてネガティブな相手チームの、まあ、モチベーションを、まあ、阻害するような、そういう応援、この2種類があると思うんですけども、この横断幕はね、果たしてこのネガティブの方に本当に当てはまるのかと、そういうわけではないと思うんですよね。ただただサガン鳥栖をディスって、そしてマスコットキャラクターね、みんなが大好きなそれっていうのをね、ディスることで、こういう風にね、幼少期の僕、これ一人ファンなくしてるわけですよ、アビスパ福岡がこれで。なんでこんなマスコットキャラクターそういうことするんだと。意味がわからないですよね、当時のサポート。ちょっとめちゃくちゃイライラしてきました。意味がわからない、本当に。それをしたことで、おそらく僕みたいな感じでね、幼い子供にそういう風によく思われなかった、そういう、ことって絶対あると思うんですよね。っていうところで、本当にその当時のサポーターの方、反省してほしい。もし今こんなことしたらね、また僕さらにちょっとね、湧き出ちゃうものがあるので、ちょっとアビス福岡のサポーターの方、ぜひぜひね、皆さんがみんなね、そういう風な感情を持ってるわけではないと思うんですよ。ただですね、まあこういうことをして、こういうことをね、した人、本当に反省してください。反省してください。もう口が守れなくなった。というところでね、本当にですね、まあ、ただね、大事なことちょっと言うの忘れてました。アビス福岡サポーター、まあ一部ね、こういう風な応援をしてくる人いるんですけども、これに対して、そしたら、サガン鳥栖のサポーター、いや、言い返したらお前らもどうせしてるんでしょ？そういう風にちょっと思っちゃいますよね。僕も最初思いました。いや、サガン鳥栖のサポーターのそういう風な悪く言ってるの、僕聞いてなかっただけかなと。ただですね、やっぱネットでちょっとね、調べたり、あとは僕がね、まあ可能な限り、まあ調査をしたところによると、サガン鳥栖サポーター、こういうことやらないんですよね。かっこいい。ということで、僕はサガン鳥栖のファンなんです。サガン鳥栖ファンの一人なんです。やっぱね、そういう風に言われても言い返さない、これ素晴らしい対応。サポーター本当にドスルンなんですよ。そういう風に言ってきてるの、例えばね、飛ばないやつはとかなんかこうやって応援してるのに対しても、サガン鳥栖の選手をしっかり応援すると。で、ちょっとね、ネガティブな応援するとしたら、相手キーパーが、だから、相手がね、ずっとボールをね、後ろで回したりとかしてるときに、ってブーイングをするぐらいで、これ別にね、普通のことですよね。いやいや、お前、なんでそんな戦い方していくんだよ、もっと攻めてこいよ、みたいなのを煽ったりするのは一つの技なので。っていうところでね、アビスパ福岡とサガン鳥栖、まあ、サポーター同士のね、戦いってのはここにあるってのは分かりますよね。はい、じゃあですね、この4番最後をまとめていきます。今後の両チームということでね、ちょっとここはね、リアルな、そして、まあ、カズニスタがですね、ちょっと思い描いているこの2チームの今後というのをね、簡潔にちょっと喋りたいと思ってるんですが、別にね、サガン鳥栖ファンだからといって、サガン鳥栖のことをね、まあ、なんでも漫才、なんでも漫才、もうサガン鳥栖なんでも OK! みたいな感じでは思ってません。厳しいことももちろん言います。というところで、サガン鳥栖ね、今、J1 リーグ、まあ、アビスパよりも一つ上のリーグに所属しているわけですが、僕ね、今すっごいピンチの状態だと思います。かなりピンチ。で、何がピンチかというとですね、まあ、クラブの状況が良くない、お金回りが良くないというのもそうですし、まあ、それによってね、選手がほぼほぼいなくなっちゃったりしてる。昔からね、すごく支えていた選手が移籍してしまったりだとか、そういったものはあるんですけど、何より、チームとしてのですね、戦い方、そしてそれを続けていくアイデンティティというものがですね、ちょっとね、なくなり始めている。だいたい4年前ぐらいからですかね。
これがですね、僕一番売れるべきものだと思ってるんです。うん。それで、まあ、いろいろ戦い方を模索していて結果が出なかったら、またどん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 ね、自分たちの戦い方、サッカーが分からなくなっていく。これ自信喪失につながります。というところで、本当にね、昔の黄金期のサカンドスの時代、僕はそれが一番好きでした。そして、今の選手たちでですね、それを実現できるか、監督もそれを望んでるかは分かりません。ただね、それで一回サカンドスいいところまで行ってるので、それをね、さらに突き詰めていく。そういった戦い方、僕、やってほしいなというふうにファンの一人としてね、思います。で、もう一つですね、アビスパ福岡。今ですね、J2 リーグに所属しています。J2 もこの前再開したばかりですが、どうですかね。まあ今までの歴史を見ても、J1 と J2 ちょっと行き来したりとか、J1 に戻ったとしてもすぐ翌年にちょっと降格してしまうんだと、やはり安定しないところがある。っていうところで、選手の補強は、まあもちろんですよね。監督しかり、もちろん。ただですね、やっぱりクラブ自体のそのお金回りであったりとか、あとはファンをね、どれだけやっぱり、集めていくか、サポーターを集めていくか。実際やっぱりアビスパ福岡よりもサカンドスを応援してくれる人、サカンドスをね、協賛してくれる、まあスポンサーですね。っていうところがやっぱり多い。というのは実際あります。っていうところでアビスパ福岡はこのあたりね、バック面というところも頑張ってほしいなというふうに思います。今後のね、この2チームができれば J1 の方でもう一度九州ダービーですね、バトルオブ九州を行ってくれるのを期待したいところです。いやー、もう九州ダービー、バトルオブ九州忘れられないですよ。やっぱり自分がちっちゃい時ね、そうやってアビスパ福岡とサカンドスのサポーターが激高し合っていると、選手同士もですね、ちょっと小競り合いが衝突したりして、退場者が続出したりとかね、本当にそういう試合あったのでめちゃめちゃ懐かしいです。J2 でね、そうやって争っていた、その試合、もっと激アツな試合っていうのをね、ぜひぜひ僕も本当に、サカンドスのスタジアムでね、僕サカンドスファンなので、ぜひ見たいなというふうに思ってます。というところでね、このチャンネルはまあこういった感じでね、サッカー、そしてスポーツには多様な楽しみ方があるよと、これをね、一つの学びのコンテンツとして提供しているチャンネルになります。サッカー知らない人もスポーツ知らない人も、面白いと思える、そういう風なチャンネルになってるのでね、ぜひぜひ、このチャンネルに共感してくれる方、面白いなと思ってくれた方は、いいねとチャンネル登録、この2つをよろしくお願いします。それでは、アディオー。